皆さんこんにちは。223系と221系と225系です。今回は俺たち3人初実況。行くところは大阪だ。まさか私たちが実況するとは思わなかったわ。でもなんで大阪に？ちょっと用があってな。あらそう。用ってなんだろう。ちなみに俺たちが乗っているのはボートライナー。ボートライナーは三宮行きに乗ってるわ。正しくは北埠頭経由三宮行きです。そうだな。ちなみにボートライナーには快速があるけど、快速見たことないな。ああ確かに。そうね。ボートピア橋を通過します。にしても海が綺麗ね。そうだな、景色も最高だし。ちなみにさっきボートピア橋と言ったけど、まさしくは瀬戸大橋だな。ボートピア大橋はボートライナーが通る線路だな。紛らわしくなってすまない。多分気にしてないのでは。改めてボートライナーの発車メロディーは東都線に似てますね。そうね。次は貿易センターね。ここからどうしますか？すまんが全部カットだな。三宮駅に着いたな。とりあえずボートライナー三宮を脱出するわよ。にしても眠。着くのが早いです。ここから大阪に行くけど、その前に問題な。問題。今から大阪に行くけど、俺たちはどの鉄道に乗るでしょうか？クイズなの。阪急、阪神、JR のどれだ？今から移動するので、その間にどれか選んでくれ。あ、そういうことね。てか本当にどれに乗るのよ。僕も知らないので不安しかないです。はい、正解は阪急でした。ということで、阪急に乗って大阪梅田まで行きます。嘘でしょー。223系さん、本当ですか？あの、大ターミナルの阪急、大阪梅田に行くの、マジ？も、希望。いいの、楽しみだわ。確かに、阪急、大阪梅田に行くの久しぶりですね。上上がったら、なんですかこれー。遠すぎね。通日のホーム、やばいって。これは阪急の車両たち、忙しそうね。にしてもこれ、座れるかね。ちょっと座りたいんだけど。これは祈るしかない。数分経って接近メロディーが鳴りました。今回乗るのは途中大阪梅田行き。これで大阪梅田まで突っ走るぞ。そういえばさっき山陽電車がやってきたわね。ああ、確かに最近よく見ますね。旅とか仕事とか。昔は阪急か山陽電車のスマウラ公園まで乗り入れしてたけど、今はそういうのがないみたいね。確かにな、懐かしいな。見たことあるし。へえ、そんなのがあったとは。ちょっと遅れてやってきました。これに乗ります。座れたらいいんだけど。まあどうかね。普通に座れました。私、阪急のドアチャイムがお気に入りよね。確かに。そういえば223系は普通に寝てます。あらま、ここからは線カットね。あ、着いたか。早いわね。にしても眠い。お二人さん、爆睡してましたもんね。にしても阪急大阪梅田、すごいですね。さすが大ターミナルね。おお、広い広い。ほぼ全て停車してますかね。さあ、わからないわ。そういえば、もうすぐ8番線の列車が発車するらしいわ。マジか。これは撮影しないと。阪急の発車メロディー、聞きたいですからね。本当はネタ切れなんて、撮影しないと。にしても、阪急大阪梅田に来たのは、大阪鉄道旅以来か。そうね、管理人が言ってたわ。
やっぱり、発車メロディー最高。俺は神戸線の発車メロディーが好きだなぁ。私は京都線かな。最高すぎる。ここからは自由に撮影タイムだ。おー。